はい、では全国の運に恵まれない皆様、お待たせしました。はい、ということでね、本日はなんですけども、めちゃくちゃ久しぶりのスケボーになってしまったんですよ。っていうのもね、運がなくて、仕事から早く帰れる日は、雨が降ったりとかね。まして昨日なんて雪降ってましたからね。なんかね、天候にも恵まれず、そしてタイミングにも恵まれずってところですね。あったかくてね、天候もいい日はちょっと残業しないといけなくて、まあ夜スケボー行けなかったりだとか、まあさっき言ったように天候がね、早く帰れるのに天候が悪いとか、まあそういったね、条件があまりタイミングがね、うまく合わなくてですね、スケボーが久しぶりになってしまいました。って言ってもまあ10日2週間空いてないかなぐらいだとは思うんですけど、まあそれでもやっぱスケボー僕週に3回ぐらいはやらないとどんどん劣化していくんで、週2で現状維持ぐらいかな、ギリ。週3でようやくちょっとずつ向上できるのかなってとこで、もうずっとほぼ停滞してるんで、もう全然ダメなんですけど、今日もまあまずとりあえず思い出すところをね、映像に収めようかなと思っております。平成ポップとかね、忘れちゃってると困るんで、ちょっとやってみて、できなければちょっと動画を見てね、あれどうやってやってたんだっけなって思い出せるように練習していこうかなと思ってます。でね、まあ見てもらったらわかるんですけど、はい、バチバチに路面濡れてるんですよね。だから一応夜スポットというか屋根のあるスポットに来たんですけど、それでもね、中までちょっと濡れてるんですよ。まあ昨日雪降ってたんでね。そのせいですね。まあ日の当たってるところはだんだん乾いてくるとは思うんですけど、ちょっとね、午後、まあ今午前なんですけど、午後は別の予定が入ってるんで、午前しかやる時がないっていうことで、まあちょっと午前じゃ乾かないなってことで今日はここに来ております。まあそんな感じでね、今日はゆるい動画、ゆっくりしか滑れないですね。今日、場所がないんで。まああるだけ幸せということでね、まあゆっくりにはなると思うんですけど、まあその分、他のね、スピード出さない分、いろんなところを意識してね、練習できたらなと思っております。はい、そんな感じでね、やっていこうと思います。
思ったよりはできる。工事の音ちょっとうるさいけど、思ったよりはできたわ。トレがね、意外となんか乗りそうだった。とりあえずね、こんな感じです。うん。でね、あとちょっとそこのね、縁石使えそうなんで、濡れてないんでボードスライドだけちょっとやります。恐怖した。ダメだね。なんか微妙だけど、まあしょうがねえか。オッケー、こんなとこ。というところでね、やってきました。いやー、これね、ボードスライドなんか全然できんかった。なんでだろうね。サボりすぎたかな。いや、普通のねレールはできるんよ。これなんか縁石ちょっと幅あって、なんか抜けにくいじゃないですか、これって。途中抜けみたいな感じになるんで。でね、それが前は全然できてたんですよ。今日できなくなってたんで、って感じですね。まあサボりすぎたというところですね。はい、そんな感じでした、本日の動画。まあでもね、全体的には思ったよりできたんでね。で、トレも乗れそうなんで、ちょっと今から軽く練習しようかなと思います。メイクできたらこの後に動画ピュッて載せるかもしれないです。はい、という感じでね、本日の動画は以上になります。よかったらお父さんにチャンネル登録もよろしくです。それでは次回の動画でお会いしましょう。気づいたら周り結構乾いてるっていうね。